令和3年度住宅用太陽光発電初期費用ゼロ促進事業事業者の皆様に向けて申請手続きの流れを説明します助成金を受けるためにまず事業者の皆様は事業プラン登録を行います次に必ず登録されたプランで住宅所有者と契約してください 契約後に助成金交付申請を機器の設置完了後に設置完了報告を行います設置完了報告後に校舎で内容を審査し審査終了後に助成金が交付されます本事業は令和3年度までの事業です各手続きの締め切り日にご注意くださいプラン登録申請は令和4年1月14日まで受け付けます 住宅所有者との契約は必ず令和4年3月31日までに行ってください交付申請書は令和4年6月30日まで受け付けます昨今の中国における大規模停電による生産量低下世界的な電子部品の需給逼迫により太陽光発電システムの設置と設置報告書の提出期限を延長しました 太陽光発電システムの設置と設置報告書の提出は令和4年9月30日までに行ってくださいでは各手続きの基本的な流れを説明しますまずは事業プラン登録です申請書の具体的な書き方登録後のお願いは以下の資料をご参照くださいこの動画のすぐそばに配置しています 事業プラン登録に必要な書類はご覧のとおりです。事業プラン募集要領に基づく様式となっています。詳細は事業プラン募集要領の5ページをご覧ください。申請書の表紙である様式1のほか、プランの内容や料金比較表などの様式2から6、そのほか添付資料が必要です。プラン登録申請書が完成したら、校舎へ提出します。 後者で書類を審査し、登録を決定したら、申請者へ登録決定通知書を郵送します。登録の決定後、公社のホームページでプランを公開するので、申請者の皆様も広報活動などにご活用ください。ここで注意事項をご案内します。必ず、住宅所有者と契約を行う前に、事業プランの登録を行うよう、お願いします。 事業プランの登録前に住宅所有者との契約を行った案件については助成対象となりませんのでご注意ください申請書の書き方は登録申請書記入にあたっての注意事項に詳しく解説していますプラン登録要領と合わせてご覧くださいプラン登録完了後に必要な手続きをご案内します 助成金は、指定された口座に振り込みます。プラン登録後は口座登録申請書を必ずご提出くださいまたプラン登録後に機器の追加プラン内容の変更法人の合併や分割等があったときは届け出が必要ですプラン登録完了後に必要な手続きは事業プラン登録後のお願いに詳しく解説しています ご確認をお願いします助成金の交付を受けるためには必ず登録済みのプランで住宅所有者と契約してください続いて助成金交付申請と設置完了報告の基本的な流れを説明します交付申請設置完了報告の具体的な書き方は以下の資料をご参照ください この動画ののすすぐそばに配置していますこの一覧は女性金交付申請に必要な書類です。女性金交付要項に基づく様式です。詳細は女性金交付申請手続きの手引き14ページをご覧ください。同様に設置完了報告に必要な書類です。詳細は女性金交付 申請手続きの手引き、15ページをご覧くださいそれでは助成金交付申請の流れを確認しましょう登録済みプランで住宅所有者と契約した後助成金交付申請書を公社へ提出します申請は先着順に受理します 受理した申請に係る助成金の交付申請額の合計が、予算の範囲を超えた日をもって、申請の受理を停止します。受理を決定した案件については、受理決定通知書を郵送します。続いて、設置完了報告です。機器の設置が完了したら、設置完了報告書を作成の上、 へ提出します審査の結果、校舎が助成金の交付を決定したら、交付決定通知から1ヶ月程度で、助成金を登録口座にお支払いします。申請書の書き方は、助成金交付申請、設置完了報告、記入にあたっての注意事項に詳しく解説しています。助成金交付申請の手引きとともにご覧ください。 審査の結果、助成金を交付すべきものと認めた場合には、交付決定通知書にて申請者に通知します。なお、審査は設置報告書の受付後に行います。交付申請の時点では審査は行いませんので、書類作成にあたっては不備がないように、十分注意してください。助成金受領後も、機器の所有者に変更が生じた場合は、届け出が必要です。 詳細は「女性金交付申請手続きの手引」き、8ページをご覧ください事業プラン登録交付申請設置完了報告に必要な書類は校舎のホームページからダウンロードできます各申請書類はファイルに閉じて送付してくださいファイルの閉じ方はプラン登録交付申請設置報告で異なっています 詳細はそれぞれの記入にあたっての注意事項をご覧くださいまた申請書類の押印を省略できます事業プラン募集要領と助成金交付申請手続きの手引きに押印省略による提出方法を説明していますのでご覧ください申請先窓口は東京都環境公社クールネット東京です住所や電話番号は 次の通りです。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、窓口による受付を休止しています。各種申請手続きは、郵送でお願いします。申請手続きの流れは以上です。詳細は、プラン募集要領、助成金交付申請の手引き、各手続きの記入にあたっての注意事項を改めてご確認ください。 皆様の申請をお待ちしています。